テーレゴノスはギリシア神話の人物である。遠くで生まれた者のい、長母院を省略してテレゴノスとも表記される。イタケー島の王オデュッセウスとアイアイエー島の魔女キルケーの息子でアグリオスとラティーノス、あるいはナウシトースと兄弟。よってテーレマコスのイボ帝に当たる。テーレゴノスは誤って父オデュッセウスを殺した後、 オデュッセウスの妻であったペーネロペーの夫になったと、される。テイレゴノスは、ホメーロスの女児子オデュッセイアーには登場しないが、その物語は、オデュッセイアー以降を描いたジョジシ、女児子テイレゴネーアーで語られていたと伝えられている。大西洋の沿岸部で広く見られるアカエイの一種。テイレゴノスは、アカエイの毒の棘は穂先に取り付けた槍を持っていた。散逸した。 テーレゴネイアーの内容を伝えるプロクロスによると、テーレゴノスはオデュッセウスが、アイ i ア a イ島を去った後、キルケイからオデュッセウスの息子として生まれた。テーレゴノスは島で、キルケイによって育てられ、ヘイパイストスが制作した毒がある赤いのトゲを、穂先につけた槍を授けられた。テーレゴノスは成長するとオデュッセウスに会いに行ったが、板ケイに漂着したテーレゴノスは、そこがどこであるかわからず、 空腹に耐えかねて、家畜を襲い、家畜を守るために現れた老人を、父オデュッセウスとは気づかずに殺してしまった。殺した男が自分の父親だと知ったテイレーゴノスは、オデュッセウスの遺体とイボニーテイレマコス、その母、ペーネロペーを伴って、アイアイエー島に戻った。オデュッセウスを島に埋葬すると、キルケイは三人に不死を与え、キルケイはテイレマコスとテイレゴノスは、 ペーネロペーと結婚した。現在知られている限りで、この物語を扱った最古の文学作品は、ソポクレースの現存しない悲劇、エイの棘に刺された、オデュッセウスである。この作品では、ソポクレースは、テーレゴネーアをもとに劇を構成したと考えられている。他の文献でも対応において、テーレゴネーアと同じ話し形であり、アポロドーロス、オッピアノス、 ヒュギーヌスをはじめ、オデュッセアー11巻134行への古中、リコプローン、セルビウス、アエネイス中介2巻44行に伝えられる。アポロドーロスなどの文献によると、テレゴノスがオデュッセウスを殺すのに用いた武器は、他ならぬ母キルケイから授かったアカエイの毒を持つ槍であった。オッピアノスもこれとほとんど同じ伝承を伝えている。 巨類や海洋生物に関する教訓を三文で綴った漁夫君において、オッピアノスは赤エイの毒の恐ろしさを語る過程でテーレゴノスの物語を取り上げ、赤エイの毒はあらゆる苦難を乗り越えたオデュッセウスを一撃で倒したと語っている。オッピアノスによると、槍のために赤エイの棘をテーレゴノスに与えたのは毒に精通したキルケイであった。 ヒュギーヌスもほぼ同じであるが、アカエイの毒については言及していない。また、テーレゴノスがオデュッセウスと戦った時、イボニー、テーレマコスがオデュッセウスに火星したとしている。父と知らずに、オデュッセウスを殺した後、アテーナーに命じられて、テーレマコス、ペーネロペーと共に、アイアイエ島に帰り、オデュッセウスを島に埋葬した後、テーレマコスは、キルケーと、テーレゴノスは、 ペーネロペーと結婚した。そして、キルケイとテーレマコスからラティーノスが生まれ、テーレゴノスとペーネロペーからイタロスが生まれ、ラティーノスはラテン語にイタロスはイタリア半島に名前を残したと述べている。アポロドーロスの簡略化された記述によると、テーレゴノスがアイアイエー島に連れて帰ったのはオデュッセウスの遺体とペーネロペーのみであり。 テーレゴノスとペーネロペーの結婚については言及しているが、テーレマコスとキルケーの結婚については言及していない。テーレゴノスとペーネロペーが結婚すると、二人はキルケーによって、私服の人々が暮らす島に送られたという。テーレゴノスという名前は、テーレマコスと平行関係にある。テーレマコスの名前はオデュッセウスがトロイア戦争に参加した伝説を表す名前で、 あるのに対して、テーレゴノスの名前は、父親の故郷から遠く離れた場所で生まれるという羊、オデュッセウスの帰国に関する冒険談を表す名前である。父親と遠く離れた場所で成長した息子が、互いの正体に気づかずに戦うというモチーフは、陰王語族に広く分布している。オデュッセウスとテレゴノスの他にも、定売伝説のラーよスと、オイディブス、インドのジョジシ、 マハーバーラタのアルジュナとその息子、バブルバーハナ、イランのジョージ氏、王書のロスタムと息子、ソフラーブ、ケルトの英雄クーフーリンと息子コンラ、ゲルマンの英雄氏、ヒルデブラントの歌に登場するヒルデブラントとハドゥブラントなどが知られている。このうち息子が父を殺す話し形をとっているのは、オドゥッセウスとラーイオス、アルジュナであり、ロスタムとクーフーリンは逆に父親が、 自分の息子を殺す話し形をとっている。すでに繰り返し指摘されているように、オデュッセウスがテーレゴノスと戦って死ぬという結末は、オデュッセアー11巻134行から135行におけるテーレシアースの亡霊の予言、海から離れた場所で安らかな死が訪れると矛盾している。この点についてテーレシアースの予言の曖昧な表現に着目し、 テーレゴネアーの結末が必ずしもオデュッセイアーと矛盾しないことが指摘されている。海から離れた場所での部分は海からと解釈でき、問題のテーレシアースの予言は海から安らかな死が訪れる海洋生物の毒の武器を持ったテーレゴノスの海の向こうからの来訪による死を暗示させる。これはオデュッセイアー以前にテーレゴノスの伝承が成立しており、 オデュッセイアーの詩人はそれを知っていたことを想定させる。また、オデュッセイアーに、テーバイの予言者テーレシアースが登場することや、イーリアス及び、オデュッセイアーに、オイディプースに関する言及があることから、オデュッセウスの帰国端が、テーバイの伝説と結びつけられていたと指摘されている。テーレゴノスが、自らの手で殺した父の妻ペーネロペーと結婚することは、 オイリプース伝説の影響によるものと考えられる。ありがとうございます。